こんにちは、タカです。今日は6月26日日曜日です。ただいまの時刻は9時45分です。朝早いんですけどね、もう外に出かけてます。今日はね、ちょっとね体を動かそうかなと思ってね、動かすというかジムですね。久しぶりに、来てみました。4年ぐらい前まではね、筋トレを続けてて、自分でも理想的なね体型を維持できてたんですけど、4年前に仕事で中国にね、出向してから、ちょっとその辺から筋トレもあまりしなくなって、その間に高妻さんがね倒れたりして、時間的にも気分的にもね、なかなかこう筋トレする時間もなかったんですけど、ここ最近ねやっぱ筋トレしないと腕やこう胸やね、下半身もそうですけど痩せ細ってきて、体型もねかなり崩れてきてるんで、これはまずいなと思ってね、ちょっともう一回ジムをね筋トレ復活しようかなと思ってます。食べるものもねついついねめんどくさいんで、抜いてしまったりね、コンビニ弁当中心なんですけど、やっぱり食べることも気をつけんといけんしね、で運動もせんにはいけんので、ちょっとね健康的にも良くないんで、筋トレをね、取り入れてもう一回ね体を仕上げていきたいなと思います。筋トレもね、ピアノほどじゃないけどやっぱりね体型を戻すには時間かかるでしょうからね、週に1回でもねこうやって来てジムに来てね、ちょっとね、筋力トレーニングしていきたいと思います。で今日はね4年前も毎週来てたんですけど、この東広島市かな、住所多分そうだと思うんですけど、スポーツ交流センターのね折り鶴っていうところですね。多分ガチのジムじゃないんですけどね、リハビリセンターの一つの施設だと思うんですけど、ここで、体をね鍛えれるので、またね、毎週通って、体をね作っていきたいと思います。合わせてね食べるものもちょっとこう気をつけなきゃいけないなと思うんでね、その辺もちょっとね、食べる、料理もねちょっと勉強しながらっていうこともせんにゃいけんかなと思うんだけどね。よし、とりあえず4年ぶり行ってみようかね。中はね撮影できんと思うんで、また終わったらこの車の中でね撮影したいと思います。では行ってきます。懐かしいね。ここを通ってね4年前までは毎週行ってました。外からねちょっと中見えるんで、ジムはこんな感じですね。でこのスポーツ交流センター折り鶴、ここの利用料金は500円なんですよね。1日500円で先ほどのジムだけじゃなくてプールも利用できるんでね、かなり安いと思いますね。会員制のジムもいいんですけどね、なかなか続けるのが難しい人はこういう1回限りのジムもいいんじゃないんでしょうかね。それでは久しぶりに行ってみましょう。はい、今ねトレーニングを終えてきました。4年ぶりっていうのもあるんでね、時間も小1時間短めで、負荷もねかなり軽い負荷で、下半身からね上半身までざっとやりましたね。筋トレ、上半身を鍛えるにしてもね大事なのは下半身なんでね、下半身多めでまずはねやっていきたいと思うんですけどね、やっぱりお尻と太もも、ここをねちょっと大きくしたいですよね。どんどんね年取っていくと足がね細くなっていくんで、お尻、太もも、ここを重点的にね鍛えていきたいと思います。4年ぶりに行ったんですけどね、8人ぐらいメンバーいましたけど、そのうち6人はね4年前と同じ60代70代のね、おじいさんというかね、男性女性おばあさんかいましたね。みんなね、まあ、4年ぶりに見たんですけど、やっぱり、まあ、元気なのは元気なんですけどね、痩せてますね。4年前に比べるとね、腕足がやっぱりみんな細くなってますね。どん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 年取るとね、まあその人たち4年間もねずっとトレーニングここに来てたんでしょうけど、やっぱり年取っていくとね、体がどんどん衰えていくというかね、痩せていくんだなというふうに思いましたね。マシーンもねやっぱり4年経つとちょっとあれだね、ボロくなるというか、2つのマシーンは故障中だったしね、あともやっぱりどうしても4年間ねもう使ってるんで、握るとことかいろいろね椅子とかね、ちょっとねやっぱり劣化してましたけどね。まあガチのねジムに行くにはちょっとまだ早いんでね、ここである程度ね、まあ、4年前とまではいかないでしょうけど、体をね戻していきたいと思います。まあ、あとは食事じゃね、これはちょっと料理ね勉強せないといけないということで、1時間ですけどね、体力的に1時間ですけどね、体力的にもしんどかったね、なんかね。はい、いうことで、今日日曜日ね、雨かと思ったんですけど、ちょっと青空出てますね。昼はね、ゆっくり、まあ、動画編集したり、ちょっとピアノの練習したりね、ゆっくりしたいと思います。はい、今日はね、あまり中身のない、動画となりましたけど、まあ、筋トレ開始するという宣言の動画にしたいと思います。じゃあ来週はもう7月ですね、まだ梅雨時期ですけどね、夏に向かって組んで、タカさん52歳元気に頑張っていきたいと思います。それではまた来週。タカでした。バイバーイ。